はい、どうもパシです、今回はノラでサーチ&デストロイやっていきたいと思います。マップはこちら SVG に、クーダでオーバーキルの装備でやっていきたいと思います。正直ね、この装備が一番サーチでは個人的に安定しますね。 SVG じゃなくて正直ルーカスの方がいいっちゃいいんだけど、ルーカスだとさ、やっぱ反射多いからさ、そこだけが辛いよね。見当たらないですね。開幕ここに回せるとね、左からは全然見えないし、先に見えるのは自分なんで、この見方すごいお得ですよ。いないっすね。で、今回間違ってさ、キルコン装備できちゃったから、ピュリファイヤー。おー、ぶねー。ピュリファイヤーなんですよね。めっちゃ撃ってるね。あそこ SR で俺の方が先に見えたりしないかな、隙間から。見えたら即撃ち、見えたら即撃ち。オッケー、いいですねー。いいよいいよ、溜めてしっかり見たね、今のは。ライン上げてきたぞ。いるぞ。来い。来い。わざと赤点つけるから、ほら。こっち来な。あー、来ねえか。あ、左に1枚。カット。プラス1ですね。いないね。どこだ？赤点。仲間が倒すよね。ナイスです。いいね。結構ね、もうなんとなくコンバインみたいな、それ結構やるマップは慣れてきたんですけど、やらないマップはなんかね、開幕スナップがいまいちまだ分かんないですね。やっぱサーチってさ、開幕スナップ分かってくると一気に楽しくなるじゃないですか。なんでね、皆さんあれ、開幕スナップのまとめ動画とかってね、なんかマサが上げてましたけど、じゃあのカットカットで全然つなげてくれてなくて、なんかね、編集ね、ちょっとサボりすぎやろっていう、20分もある動画上げたんですよ、あいつ。それじゃさすがに見る気を起きないので、危なすぎうち、今のは。ぜひともね、開幕スナップとかを誰か研究されてる方いましたら、動画にまとめてくれるとね、そういうのすごい嬉しいですって、お前が作るよって思う人いるかもしれないですけど、ちょっとそんな、開幕スナップの動画まとめて作るほどの、サーチのスナやってないんでね。あ、いますね。左前だ。あ、上だな、今。あ、下か。ここですね。仲間がカットされた。OK。5-0。これワンチャンピルファイヤー出るんじゃないかな。結構さ、あれ解除されにくいボムスイッチとかって今作俺わざとやってないじゃないですか。で、やってない理由っていうのが、チャンネル登録者さ、今、7万5000人ちょっといる段階で今撮ってるんですけど、7万5000人は見ないですよ、実際。7万5000人いたとしても、みんな実際1万人、2万人ぐらいですけど、もうさ、それ解除されにくいボム設置じゃなくなっちゃってるんだよね。もう全体公開でそれ動画にしちゃったらさ、もう一気にさ、みんな、あ、じゃあオパシってここいるんだろうな、みたいなポジションになっちゃうわけじゃん。だからさ、もう解除されにくいボム設置上げるのやめようと思って。だからもうなんか、もう誰か上げていいですよ。多分オパシのパクリとかって言われるかもしれないですけど、割と本当普通に上げちゃって構わないですよ。明らか、おっと、うわー、エイムずれた、最悪や。やらかした。頑張れ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 。ナイスハンドがいいですよ、赤点。お、2枚ともいたね、先端に。何上げれるか。頑張れ、左から来てるぞ。いるね、います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 ね。あー、逃げてった、逃してしまった。さあ、ラスイチはリジャックかな。意味のない武器支援を繰り広げてますね。どこだ、これ壁橋で結構事故ってミスる人いるから気をつけてね。コンバインでさ、試合してさ、落下し誰もしないのって一度も見たことない気がするからさ、結構みんなね、壁走るの好きですけど、壁走りは多分ね、メリット攻め側の場合多分ないと思いますよ、ほぼ。防衛側に限ってはちょっとありますけど、攻めで壁走っていくと必ず一人普通は A 裏で待ってるんで、俺はね、壁走りはサーチでは行くべきではないというふうに思います、このマップはね。さあ、どうする？ワンオンワン。ボム取らないともう間に合わないですよ。ボムを張られてるっていう感じの予想の立ち回りだね。あ、これ時間切れるぞ、この人。大丈夫か？大丈夫かな。いいですね。あ、後ろから足音来たね。来ちゃったよ。振り向いて。
あーどんまい。あと今作ね、ボム設置しながらしゃがんだり伏せたり立ったりができるんですよ。過去作になかったんですけど、過去作はくるくる回ることしか基本できなかったんですけど、今作に至っては設置し始めた後に伏せたりできるんで、設置ボタン入った後左手を離して、どうせ動けないんで左手離して丸ボタン長押しすると伏せながら設置できるんで、だいぶ有利になります。皆さんもそういうねちょっと小技いろいろありますんで、ちょっとね披露したところでさ、手元動画上げないとそれって多分、ま、分かんないと思うんだよね。なんで手元動画はおかし、別に上げるような機材がないんで上げれないですけど、さあ開幕すな。ここはちょっとね岩場からずらして俺は行きます。岩場だとみんなね、向かい側の人って岩場にエイム合わせてるんで、意外とここにエイム合わせられないんですよ、みんな。だから開幕するのはここすごい強いです。でこうやって覗きながらこっち行っていないかなって思ったらもう薄みんなやめるみたいな、これぐらいが個人的におすすめですね。ここの左で打ち合ってるね。来るか、頭出せ、そこいますよ今。カット、うわーバカーバカー、やらかしまん。2対2。こういうなんか解説っぽいサーチってさ、ゴーストぶりですよね。ゴーストの時はよく解説系の実況プレイしてたんですけど、ビオ2は解説するほど詳しくもないし、 AW はねなんか解説うんって感じだったんで、今回珍しく解説できるぐらいやり込んでるって言えんのかな。今だいたい延べキルは4000ちょっとぐらいかな。スカイプしちゃった、あぶあぶ、スカイプの画面を見ていたら開幕スラポに遅れた、怖すぎ。ピョン吉いないね、またスカイプしちゃったね。ちょっと一旦このサーチが終わるのを待ってもらわないとな。今ねヒイラギさんとコラボする約束してたんですよ。で動画撮りましょうってなってたんですけど、ヒイラギさんがね仕事が長引いちゃって、おっと危なすぎ打ち。あ SR でチラ見したいな、あれは。あなんかこっちから来てるな、うーそだろ、来ちゃったよね。オッケー、危なすぎ危なすぎ危なすぎ。センターにいるやつは OK、 カットからのセンターは来ないね。お裏取りだね、うん、設置していいぞ設置していいぞ。ノラマジか、戻ってくるか、起きた、オッケー、いいですね、11-12です。さあこの調子この調子、さあ3対2。いやね本来ねハードワイヤードつけるべきなんですよ、サーチの場合は。もうシックスセンスっていう過去作にはなかったバケモンパークがあるんで、今作はどの方向にいるかって1階と2階っていうその高低差まである程度分かっちゃうっていう反則パークがあるんで、ハードワイヤードっていうパークをパーク2でつけるべきなんですけど、スナイパーとのオーバーキルの場合はねないと無理ね、もう遅いんで本当まで。オッケー、危ない。ある意味ここは開幕スナップはあそこですかね、おかし的に思うのは。なんか裏取りねえか、おいんのか、いたんか今の位置は。嘘、あやば、あこれ結構やばい、やばいかな。UAV 使っとこう、ピリファイア溜まりましたね。うわライトニングやば、おラス1だ、ラス1焼き殺して、ラス1を焼くサーチ&デストロイ、おらー来たー、めったにないサーチのラスキルピリファイア成功。どうですか皆さん、いいね、溜まりましたねピリファイアなかなかないけどねサーチピリファイア、いいですね。以上13キル2です、0設置0解除1450点でした。どうですか皆さん的に、こういうなんかBO3 だとさ普通になんかテーマがあって喋ってる動画とパーティーの動画メインで今やってるんですけど、こういったなんかノラで若干解説気味で、あこういうとこ強いんだみたいな感じでちょっと説明も入れつつやっていく実況、皆さん的にどうでしょうか。ご要望があればね、こういった実況もできるマップではやっていこうかというふうに思っておりますので、ぜひともね、コメントいただければ幸いでございます。昔やってたオパシ流ノラサーチ実況みたいな感じですね。はい、ではコメントをよろしくお願いいたします。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。
チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。